こんにちは、川島みるです。田中剛です。今回も始まりました北摂シティライフ。この番組は情報誌シティライフとのコラボレーションで北摂の情報をお届けします。さあ今日はですね、茨城市上郡にありますゴーダ C&E に来ています。今日はここからお届けします。お気に入りのスタンプをずっと使いたい、もっとたくさんの種類が欲しい。皆様のリクエストにお応えしてなんと40種類が登場。 LINE ストアで発売中。池田といえばさつき山動物園、かわいい動物たちが待ってます。世界一ハートのあるさつき山動物園に来てね。地元大好き J:COM チャンネル。茨城市上郡にありますゴーダ C&E にお邪魔しています。あのテレビ CM 太陽光だゴーダのあの CM ですよ ね、の本社ビルに今日はお邪魔しているんですけれども、はいはい、僕たちがいるのは4階のショールームなんですけれども、こちらは実際に、ね、触って、まあ、まあ体験できるという、ねところでございますけれどもね、はい、なかなかねいろんなものを身近に見れることができるというのがいいですよ ね、いろんな情報入ってきますけれども、はい、現物を見れるっていうのはねショールームの魅力だと思いますね、はい、でまた展示場だけではなくてですね、はい、いろんな施設が他にもあるんですって、ね、あの5階建てなんですけれども、うん、4、5階がショールームになってて、で1階には本屋さんがあるんですよね。そうなんですよ。そのあたりを詳しく聞いてみたいと思います、はい、ゴーダ株式会社の川淵さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。最初私たち来た時ね、はい、あのショッピングモールかなっていうような なんかちょっと枠感を覚える、ね、感じなんですけれどもね、フラッと揺れるようなイメージなんですけれども、はい、うん、ショールームが4階、5階、はい、それ以外は何が入ってるんですか？そうですね、1階がですね、書店グループ会社で本屋さんをやらせていただいてるんですけども、本社の1階で本屋さんを、また全然違う業種ですよね。そうですね、一応、まあ、あのお仕事のつながりで本屋をいただいてですね、はい、本屋さんという形でやらせていただいてまして、結構広そうな本屋さんですよ。ありがとうございます。どれぐらいの規模で？一応、蔵書数でいうと20万冊というところで聞いてます、はい、一応この北摂地域では最大級という形でやらせていただいております。ゴーダが本屋さんまでやってるのはびっくりしたんですけど、なんかイベントとかもやってるんですよね。そうですね、あのコンサートの場としてですね、うん、3階のホールをこう使っていただいてというような形で、うん、地域貢献という部分で、はい、やらせていただいてるんですけども。なるほどね。あと本屋さんの中でもなんか子供のためのイベントが、はいはい、あのお子さん向け の絵本の読み聞かせというようなイベントをやらせていただいてますね。面白いですね、はい、ね、どういうようなきっかけで子ども向けの読み聞かせ？そうですね、やっぱりあの 本っていうのが今の電子書籍とかにやっぱりあのシェアがどんどんいっちゃってますので、うん、その中でもあのあえてこう紙本っていうものに触れていただく機会をこう設けるというようなところで、なかなかこう子どもさんに本をの場っていうのはないかなっていうところでやらせていただいてるところですね。面白いですね、はい、それを太陽光発電の会社が。そうなんですよ、なんか、ね、でも地域貢献ということですよね、うん、ね、あのまあ、言ったら住宅に関する会社なんかなと思いきや、全く真逆のものをやってみたりとか。そうですね、うん、まあ、元々があの梱包資材という段ボールを製造販売する。あ、そう、はい、元々じゃあ紙系だったんですね。そうなんですよ。太陽光に行ってそれもまた本の本に紙に戻るみたいな、はい、あら、ユニークな会社ですね。ポン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 と部分だけ見ちゃうと、なかなかつながりがないかもしれないですけども、まあ、梱包資材を扱う中で、ハウスメーカーさんにあの梱包機をお世話させていただく中でですね、後ろにありますいた建築資材の加工なんかも手掛けるようになりまして、そこから建材の世界に入っていきました。太陽光だゴーダですけど、太陽光だけではないことがあるということですよ ね。でちょっと先ほどもちらっとお話に出ましたけども、はい、うん、多目的ホールもこの中にあるんですか？そうですね、今いらっしゃっていただいている4階なんですけど、はい、今下のフロア3階にですね、そういったホールを設けさせていただいて。面白い。どんなイベント？例えば音楽系のイベントで、楽器の演奏会であったりですね、ちゃんとあのプロの方に来ていただいて
すごいですね。ちょっとそうやったもん、うん、妹さんとか呼んでもらって、まだ一日中遊べるようなそんな施設ですけれども、ね、またさらにお店も増えるって聞いたんですけど、本屋さん、ホール、うん、他何を、ありがとうございます、はい、この10月の16、17でですね、はい、ケーキショップというかケーキオープンさせていただいて、あらその心はもともとカフェの展開をしてたんですけども、それとプラスというかですね、地域の皆さんにという形で、面白いなあれですね、地域の人のたまり場にしたいという、そうですね、なんか交流の場にして、よかったらこちらのショールームもフラッとその流れで見に来てもらったらなという感じでしょうかね。実際本当にね、見て触れて感じてみてほしいですよね。本当に良かったですね。ぜひ一度来てみてください、はい、ということで川淵さんに紹介してもらいました。どうもありがとうございました。新しいザクースタンプが登場。お気に入りのスタンプをずっと使いたい、もっとたくさんの種類が欲しい、皆様のリクエストにお応えして、なんと40種類が登場。 LINE ストアで発売中。世界初のインスタントラーメンは池田市で誕生しました。インスタントラーメン発明記念館でその歴史や原点に触れてみてください。地元大好き J コムチャンネル。まずはですね、ゲストをお迎えしております、はい、前出さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前出さんがやってきたということは、はい、そうです。いよいよ秋のロハスフェスタが近づいてきたということなんですが、はい、今回もやはりお店はかなりの店舗出るんですかね。はい、400店舗以上が出店することになりまして、はい、まあ、そのロハスフェスタでしか出会えない手作り雑貨とか。そうやね、はい、絶対1日では回れないですよね。そうなんです。やっぱりゆっくり見たいから3日かけた方がええね、これは、ね、うん、雑貨は雑貨、はい、そう、もうグルメ、今日はグルメ回るってやっても十分楽しめるし、そうなんです、満喫できますから ね、いいところは家族みんなで来てそれぞれ楽しいお店に出会える、はい、ということだと思うんですけれども、ね、今回はまたロハスフェスタというと環境へは欠かせないというか取り組みをされてるんですかね、やっぱり、はい、うん、そうですね、まあ、ロハスフェスタといえば、まあ、使用済みの天ぷら油とか、まあ、牛乳パックの回収とか、まあね、まあ、今回から、ペットボトルのキャップ回収というのもスタートしております。あ、じゃあお家にあるペットボトルのキャップもぜひ持ってきてもらいたいのと、はい、あと私これは初めて聞いたんですけど、はい、使わなくなったダウンの回収っていうのもあるんですか。そうなんですよ、はい、ファッションメーカーの三洋商会さんと、まあ、一緒に、まあ、ダウンの回収ということを始めまして、はい、まあ、その回収したダウンをですね、またこう再利用するというようなことも今年から始めることが、あ、そこがエコにつながるということですか。ダウンっていうのは、まあ、はい、燃やすと、まあ、すごくこう二酸化炭素が発生して、こう環境にあんまり良くないということで、まあ、さらにこう羽毛っていうのもこう取れる数が限られてきてて、まあ、こう数も年々減ってきているということもあるので、まあ、そういう意味も込めて再利用していこうということも、はい、始まりまして、再利用できるんですね。知らなかった。つけたらもったいないですね。だからダウンも持ってきて、ペットボトルも持ってきて、はい、あと自分で使う食器ね、はい、そうそう、ね、食器も持ってきて、はい、参加して、でまたあと復興応援キッチンというのも登場するんですね、はい、うん、そうなんですよ、まあ、震災でこう被災されたの地域の、まあ、食とか文化をもっとこういろんな人に触れていただきたいということで始めた企画なんですけども、まあ、福島県の、波江焼きそばです。おー、聞いたことあるけど食べたことない。へえ、来るんですか。はい、いいですね。あとどんなものが、もうこうビールに合う ね、宮崎県の牛タンつくね串っていうのが食べたいな小さい声で言うてもらえますけど、何でいいですね、たまんない。ちょっとロハスフェスタに行かないと出会えないような。そうです。あとね、まあまあ行くだけで僕ね、ちょっとなんていうの、そういう食器持ってね、うん、人とかを見ると、あ、こういうことが環境っていうことなんやなとか、ちょっと勉強できたりするんですよね。興味がない人でも多分行くだけでなんかそういうところが勉強できたりできるから、ね、
いいと思いますよ、ね、ちょっとでも関心持っていただいて、はい、で可愛いもそして美味しいものに出会える3日間綺麗な奥さんもいっぱいいますよ、ね、本当 に, 本当にで日程ですが、はい、日程をもう一度おさらいいたしましょう、はいはい、11月の1日土曜日2日日曜日、はい、で3日の祝日月曜日、この3日間開催されます、はいはい、万博記念公園ですね、そうですね、東の広場でございますけれども、はい、詳しくはロハスフェスタのホームページがありますので、はい、ご覧ください、はい、ということでロハスフェスタについてシティライフの前田さんにお聞きいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ブロガーさんめっさうまいわ。どうもこんにちは、武田バーベキューです。いや今日もはい、何ですか、あ、 T シャツですか。そうなんです、できました TBBQ 武田バーベキューオリジナル T シャツが、さあこれねホームページで販売してますので、ぜひこの秋はこれを着て秋の行楽バーベキューに行ってくださいよ、バーベ。さあというわけで始まりました、ブロガーさんめっさうまいわ。このコーナーですね、大阪で活躍するグルメブロガーさんがおすすめするお店に私武田バーベキューが訪れ、そのお店の美味しさを紹介するというコーナーとなっております。さあ今回も情報いただいております。今回は畑の声聞いて背筋シャントさんから情報いただいております。庄内のお店にちょっと行っていきたいと思いますので、早速調査に行ってきます。今回調査するお店は豊中市庄内西町にあります炭火焼肉のて豊中庄内店。家族でワイワイ焼肉を楽しむには最適なお店。4月にメニューがリニューアルし、薩摩牛を中心としたお肉が味わえます。そんな焼肉のてでおすすめするメニューは特選5種盛りとサーロイン焼きしゃぶセット。もうこれ見てください、これ圧倒されてます、この肉の美しさに。ちょっとねこちら特選5種盛りということなので、どういった内容なのか料理長の江越さんにちょっと聞いてみたいと思うんですけども、今日の特選5種はどういったラインナップになってるんでしょうか。はい、本日の特選の盛り合わせになってます、はい、こちらの方がロース、カルピ、ミスジ、特選のコロコロと特選の赤身になってます。赤身で、はい、これ僕の知ってるもう差し入りまくってるのでこんな感じですけど、これが赤身なんですね、はい、いや素晴らしい。これちょっといいですか、早速焼かせていただきまして。はい、ぜひお願いします。でちょっとね本日の希少部位がミスジなんですよね、はい、これじゃあちょっと僕焼かせていただきたいと思います。すごいですね、これいいですか、もう音も聞こえるかな、このいいですか。さあちょっとお肉がめちゃめちゃいい感じに焼き上がったんで早速いただきます、はい、うわちょっとねやっぱご飯を左手に持ちながら、まずねカルビをいただきます。これもうプリプリです、このバーベキューダレに、ね、つけていただきます。バウンドさせるのがね常なんで、いただきます。うわ何これ、油がねさらりとしてて口どけが優しいんですよ。これはめっちゃ美味しい、ご飯も進む。このね今日の5種選ばれたのって理由はあるんですか。はい、まあ、特に良い、肉を選、はい、もちろん選んで、はい、提供するっていうのが、いろんな部位を食べていただくっていうのがもちろんの趣旨で。なるほど、ってことは、はい、今日はこの5種だけど、はい、次の時来たらまた違うラインナップになってるっていうことがあると、はい、そうですね、特に希少部位ですととかは、はい、なるほど、日々変わることがあるんで。ちなみに今日の希少部位って、はい、その1頭でいうとどれぐらい取れるんですか。はい、半頭のあたりで、はい、だいたい2キロ半頭で2キロ、めちゃめちゃ希少部位じゃないですか、はい、ちょっとその希少部位が焼けた模様なのでミスジですよね。はい、そうです。ミスジさんも生かして、うわこの音、次はちょっと味噌ダレで、うん、これはうまい。ミスジは
歯ごたえもしっかりとありながら肉の味がしっかりとね口の中広がるんですよ。これは価値ありますね。このお肉はどちらのお肉なんですか？はい、鹿児島さんで、はい、あの薩摩牛っていうので認定されているお肉を使っています。認定された薩摩牛を使っている、はい、なんかこだわりとかはあるんですか薩摩牛に？はい、薩摩牛、鹿児島の方のお肉、はい、南国のお肉は脂がさっぱりしていて、はいはい、すごく、肉の味を楽しんでいただけるということで。なるほど、はい、あと僕ね、はい、このお店入ってきた時にちょっと左の方になんか今日の生産者さんみたいな、はい、あのチラシがあったんですけども、はい、お肉も生産者が決まってるんですか？はい、本日お使っている、はい、まあ、お肉の生産者ということを明確にすることによって、はい、皆様に、安心したお肉を提供できるようにというスタイルをとします。はい、本日のってなってたってことはいろんな生産者さんが、はい、この野手さんの後ろに控えてらっしゃると、はい、すごいですね。野菜では結構見たことあるんですけども、はい、お肉でこのシステムを採用してるってことは食べる方としてもすごく安心ですし、生産者さんもねなんかこう作りがいがあるっていう、すごくいいお肉を僕は今いただいております。さあちょっと目がねさっきからチラチラ僕これにね注目がいってしゃあないんですけども、はい、このサーロインこちらちょっとね焼いていただいてもいいですか？はい、これがね楽しみで仕方ないんですよ。はい、さあ先ほどのサーロインが焼き上がったようなのでもう早速ねちょっといただきたいんですけども、焼きしゃぶということなのでポン酢でいただくんですよね？はい、あっさりポン酢で食べていただくので、これが楽しみなんでちょっと、はい、うわ豪快にちょんと作って僕はねいただきたいと思います。うわ柔らかっ、もうすぐ噛むまでもなく肉がほどけていくんですよ。しかもこれジューッと焼くことによって余分な油が落ちているのでこのポン酢と相まってむちゃむちゃすっきりというかヘルシーにいただけますね。いや本当お肉めちゃめちゃ美味しかったです。ありがとうございます。この他にも野手さんにはメニューは豊富にあるんですか？はい、もちろんです。あ、じゃあ例えばデザートなんかも？そうですね、あのデザートも、はい、あの薩摩にちなみまして、まあ、薩摩芋、はい、アイスとかですね。そうです、薩摩芋アイス、ってことはもうファミリーで来ても美味しく最後まで楽しめると、ね、はい、これはいいですね。しかも僕ねメニューちょっとパラパラ見させてもらったんですけども、はい、こんだけいいお肉食べさせてもらって結構リーズナブルですよね。そうですね、特にあのファミリー様よく土日でしたらご来店いただいてますが。ですよね、はい、でつまりその生産者もあり一頭買いをしてるっていうところからそのお値段が実現できると、はい、いやこれは素晴らしいですよ。こんだけの上等なお肉をリーズナブルで、そしてお子様も家族連れで楽しめるっていう、はい、こちら炭火焼肉野手さん、ぜひ皆さん食べに来てください。本当に美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一枚焼かしてもらいます。いやめっさうまかった、あの特選黒毛和牛5種盛りもうね全部どれ食べても美味しかったんですけども、美味しい食べ方があのこだわり抜いた坊の角花という塩があるんですけども、なんとミネラルたっぷりのお塩これをつけて食べるとますます肉の味がアップしてめっちゃ美味しかったんですよ。これをぜひね皆さん試してください。そして最後にプチ情報、なんとあの大塚愛さんの黒毛和牛上塩たん焼き680円、あの曲のその上塩たん焼きがあの野手さんのものだという情報をさっき仕入れて僕もすごく驚いております。その、ね、塩たん焼きそして五種盛りを食べにぜひ行ってみてください。さあ今回ご紹介したお店はですね武田バーベキューのブログか畑の声聞いて背筋ちゃんとさんのブログもしくはシティライフのホームページに詳しく載っておりますのでぜひそちらの方をご覧になってください。いや今回もめっさうまかったな、うまかった。いや今回はグルメブロガーさんにしては珍しく、あのチェーン店の焼肉屋さん、はい、
でもここはどうしても紹介してもらいたいというぐらいこだわりのお肉だったということなんですけれども、ね、畑の声聞いて背筋シャントさん、はい、お野菜全然入ってなかった。まあまあまあ、今ね肉にハマってらっしゃるんですって、うん、らしいんで ね, ねでその中でもやっぱ、ね、チェーン店開けちゃう。そうです、ここはうまいと、はい、炭火焼肉のて、のてさん、いや私も何度か見かけたことあるんですけど、そう僕も聞いたことありますし入ったことなかったんですよ、うん、あんなに綺麗なお肉が揃ってるんです ね, ねであれいいですね、包んで食べるの最後の焼きしゃぶ、焼きしゃ ぶ, 焼きしゃぶあれ切りすぎやってずっと怒ってたんですけど、ちっちゃくしすぎや、あのあれは半分で、あのしかもね僕の場合 は, 僕は焼肉のタレでいきますよ、でご飯を巻きたい、そう一回ねちょっとキムチ挟みますよ、挟んで、あいいね、ぜひロールロールして、ロールロール、あのねこの年になるとちょっとね、熱い肉がねちょっと答えてくるんですよ、けどあの薄いお肉だとねこれまたいけるんですね、枚数いけるんですよ、これペロッといっちゃう、気持ちわかります、ぜひ野菜も巻いて食べてみてください。はい、はい、それではですね今回紹介したお店の情報をおさらいしたいと思います。ニナさんメモの準備お願いします。茨城市上郡にありますゴーダ株式会社のショールームゴーダ C&E に来ています。グルメブロガーメッサウマイワーでは畑の声聞いて背筋シャントさんからの情報でした。豊中市庄内西町にあります炭火焼肉のて庄内店、今回おすすめのメニュー特選ごし盛りとサーロイン焼きしゃぶセットを紹介しました。今日はゴーダ C&E にお邪魔しましたが、はい、完全にこれ服装意識してますよね。この黄色に帽子も一緒やし、ちょっと CM 狙ったろ、狙ってません。次 CM 見て田中さん歌ってたらびっくりしますよ、ね、キー外しまくってね。太陽光だこうだしっかり歌ってもらいたいと思いますけれども、まさかねでも茨城の中に本社があって、しかもショールームもあって、ね、実物もしっかり見ることができるっていうのは私も知らなくてびっくりしたんですけれども、これはね、やっぱり安心やしね、うん、本当にいいですね、そうなんです、太陽光発電興味はあるんだけれども、はい、なかなか詳しいことは ね難しいとおっしゃる方、ぜひ一度、はい、まあ、気軽に来てみてもらいたいと思います、はい、ということで今回ご紹介しました内容はシティライフの紙面、そしてシティライフのホームページでも紹介していますから、ぜひご覧ください。次回の更新は11月1日になります。では今日はこの辺でさよなら、バイバイ。